どうもです。翔平です。本日は、WA12 をね、使っていこうかなと思うんですけども、この武器ね、かなり強いです。かなり強いですね。なので、今回はね、角間もダメージもつけないで、どれぐらい力が秘めているのかっていうのをお見せできればと思って、チャレンジしてみようかなと思います。一応、スペシャリストね、スカベンジャーとストーカーを入れる形のプレイになるんじゃないかなと思いますけど、セカンダリーは外人のさんのお友達から強くおすすめされてみたので、おすすめしてくれたんで、スコーピオンのデュアルを入れて、いきなり来たのかよ。 B に行かないで C に来るってのもすごいですね。多分あの人は A のキャプチャーにも参加しないで C から B に入ってくる人を止める役だったのかな。ジャベリン持ってたらね、 B に打ち込んでから C キャプチャーしに行ったりするんですけど、味方誰も B に来ないのかな。ロビーの内容を見てみるとね、入ったばっかりなんですけれども、なんか人数はね少ない状態だったみたいなんで、どうかな、なんか6人対6人の状態みたいですね。1人何人か入ってるのかな。チャーリーなくなったよ。オッケー。ダメか。こっちから取れるでしょう。あれ、ミスった。クイックドローとね、それ以外のパークを使い分けてるとね、なかなかね、セミテックスとか投げるのが難しいですね。毎回飛距離が変わってくるんで、投げるスピードがね。強いな、これ。これ、ピストルでもいいかもしれないですね、次からは。この次にね、ダメージありの動画を上げてみようかなと思ってるんですけど、その前にね、どれぐらい強いのかっていうのをチェックしたいで、今撮ってますけれども、撮れるかな？ OK、シーズン。あ、B 撮られたんだ。とりあえず、これ消してあげましょうかね。はいはい。はい、でみんなお部屋の中に入っていく、はい、ショットガンの、ね、アップデートが入る前はダメージとか角間がないとかなり辛い戦いになったんだけど、今はなくてももう強いですね。かなり A 取られてるよ、 A 取られてるよ。大丈夫？ OK、 じゃあ B 取りに行こうか。 B 取りに行こうかね。 B 取れるよ。ありがとうありがとう。じゃあこっちよ。こっち側から侵入して行きましょうか。なんかあっちのホテル、あ、一人だ。あれ、ごめんね、今のショットガン使ってもよかった。もうスコーピオンは使わない方がいいかもしれないですね。ちょっと強すぎる、強すぎるもん、このチーム。何のためショットガンの方のダメージを外したのか分かんなかった。弾切れした時だけに使いましたね。ね、連射力はとにかく高いんで、これノーマルでも全然いけますね。かなり強いと思います。ただスペシャリストパークがねないと、やった。結局あんなとこに2人仲良く座ってるんですね。B は味方がいるんで大丈夫かな。じゃあ私 C の方にちょっかい出しますかね。 静かなグラウンドですね。こういうゲームがね、大半なんですよね。なんかやる気があるのかないのかよくわからんですよね。ちょっと一回抜けますかね。味方が手伝ってくれそうです。C 取らないで C うろうろするのは、あんまり嫌われちゃ、嫌われるんですよね。ミスキルしてる人みたいになってね。C 取った方がいいかな。C、ちょっと待って、もう一人。とりあえず、
とりあえずどうしよう。ここまで来ちゃったし、ここまで来ちゃったけどどうしようかな。いやーやばい。使わないとか言ってバンバン使っちゃってますけどね、申し訳ない。申し訳ない。もう次からピストルを入れます。ピストルかスティンガーにしますんでお許しください。痛い。後ろから来たか。あ、敵も味方もマックス人数になったみたいですね。じゃあ面白くなるかな、少し。じゃあ C 今回は釣りましょうかね、ちゃんとね。二点取りとか。お、ドミネートかやるな。とりあえずここ C 確保しないとまずいですね。勝ってるとはいえそんなにすごい離れて点差があるわけじゃないんでね。大丈夫？大丈夫？おお、痛い痛い。ね、はいはいはい。多分ね、こういう風にショットガンでね、歩き回ってるとみんなショットガン使い始める人が増えますよね。あー、ドミネートされたか。あまり強いところは見せられてないな。ちょ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 、どこ行くの？ちょっとあのショットはほっといて、こっちの人からやるか。P 取られてるんじゃないのこれ。じゃ C 行きますかね。じゃ C 取りましょう。 OK。 もう一人そっちで湧いてる。あ、 A も取られてんじゃん。ちょっと危ない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 。 OK。 まだいるね、まだいるね。 OK。あと一発しかない弾が。ダメか。B 取られてないね。じゃあ C の方、この形だったらもう A 取っちゃった方が早いんですけどね。味方が、味方も敵もあんまりなんかドミネーションやらないのかな。OKOK。また C 奪還しましょうか。いやー、結構いますね、周りに。A 行った方がいいかな。負けたらシャレにならないんだよね。よいしょ。 A 取れるかな。 OK。 ん？あれ？あ、後ろにいた。何をやってるんだあいつは。何をやってるんだ一体。ちょっとどっちか取らないと負けちゃいますね。いや、あんなとこにいるんだ。ついにリードを奪われてしまいましたね。ちょっと頑張っていかないと。味方がなんかあんまりやる気がないみたいなので、ちょっとキャプチャーしないとダメですね。 C 取り交わしましょうか。 OK。 これに弾をくれ、弾をくれ。ちょっとひどいんじゃないの。どっちか取ろうよ、味方。やる気出そうよ。頑張れるって。今頃 C 取っても遅いんじゃないの。まあいいけど。じゃあ A 取りましょう。とりあえずね。やばいぞ、負けちゃうぞ、このまま。A 取った後ね、このさっきのプレデターで殺、あ、C 取った後殺されるとかだったらよかったんですけど。取っちゃおう。でも俺の後ろにいる人はキャプチャーには参加してくれないんですね。謎だ、行動が謎だ。痛い。あ、ストライカー使ってる人が出てきましたね。それ全取りか。なんかよくわからんな、敵のやる気の波が。届かないか、これは。さすがに無理か、さすがに無理か。おお、ストライカーか。もう二度目はないぜ。もう死取っちゃおうぜ。
りあえず C に入ってくれてるんで、私は援護しましょうね。あ、来てくれた。ありがとうございます。一人いますね。そこまだ C の横で湧いてるのかな。おおお、危ない。強いですよねこれね。ダメージつけるとやばいですよ。かなりやばいです。ほんとね、至近距離で回線がね悪いってのはしょうがないかもしれないですけど、4ピンあってダメージつけて角間がつけるとね、相当な強さです。多分ね、ユーサスより強いと思います。使い方次第だね。ユーサスはユーサスないいとこがあるので、レンジが長い。まあ、危ない。レンジがね、長いので、マップを問わずね、結構使えちゃったりするところが魅力的ですけど、本当に、こういうね、出会い頭が多い、入り組んだマップだと、あ、勝ったか。WA12 はね、相当強いです。ということで、39キルの収録です。3990ポイントで、なんか土地危なかったですけど、なんとか勝てました。ということで、また次回の動画で、お会いしましょう。失礼します。次回はね、ダメージありで違うマップのドミネーションを上げてみようかなと思ってますので、よろしくお願いします。失礼します。